はい、じゃあ10階のフロアにも空きがあります。こうエレベーターを降りまして、この辺りはもうすでに、はい、契約されている部屋、あのオフィスがあるんですけど、はい、こちらですね、ちょっと長細いこんな感じ、はい、なんか今ヨガ教室をここでやるということでちょっと準備をされているらしいんですが、これは別に暫定的なもんですから、ここがいいとなった場合にはすぐに明け渡しますと、はい、本当はこういったカーテンはねつかないんですが、たまたまヨガ教室をやるからということでカーテンをつけてますが、これはそのまま残していってくれると思います。はい、ここで124平米、10階のキャピタルタワー124平米、はい、こちらの方を見れば、うん、ハノイ駅が見えますよね。向きはさっきの、フロアと同じかなと思います。はい、10階の124平米。こういった部屋もあります。はい、平米単価は37ドル。37ドルですね。はい、いかがでしょうか。